皆さんこんにちは、個別指導塾決裁塾長の小林です。高橋です。はい、今回ですね、これから受験で逆転をしたい皆さんが選んではいけない塾5選を紹介したいというふうに思います。以前ですね、選んではいけない塾4選という話をサブチャンネルでしたんですよ、はい、そしたら結構反響があって、半年ぐらい前かな、なんですけど、はい、もうかなり8万回ぐらい再生されたんですね。あ、そうなんですね、はい、でそれをですね、パワーアップして今回ね、改めて皆さんにお話ししたいと思います、はい、で今回のポイントは前回の動画と違う逆転したい皆さんがっていうポイントです。はい、要は今ね、高校1年生高校2年生で、まあ、あんまちょっと成績いけてないぞと、ちょっとこのままだとまずいからね、エンジンをかけてちょっとね、ブーストして点数を上げていきたいよっていう方が選んではいけない塾というものを5つ挙げていきたいと思います、まあ、サブチャンネルで言った話もちょっと被るんですけれども、もしね、1回見てるって方は途中まで飛ばしてもらえればというふうに思います。まず最初に1個目のポイント、科目が並行である塾ですね。なるほど、はい、要は英語、数学、国語、社会みたいな、英語、数学、理科が並行してるみたいな、うん、そういう塾はやめた方がいいです、うん、皆さんが仮にもうかなりレベルが高いところまで行っていて、ね、例えばそれぞれ英語、数学、例えば理科、ね、週に1回ずつ通って、それこそ東大レベルの添削を毎週ねしてもらうとか、そういう目的で通ってるなら OK なんです、うん、ただこれから逆転をしたい皆さんは、まずは英数を固めるとか、まあ私文であれば英語をまずガチガチに固めるとか、そういうそのどの時期に何に注力をするかっていうのはバランスを取った方がいいんですよ。で、皆さんがですよ、それこそ今まで成績も非常に順調、高1からね、こう本当に優等生のごとく進んできたのであれば、多分バランスを取って勉強できるんですよ。そうなんです。だけど今ね、逆転したいと、つまり今成績が良くないということですから、つまり今まで多分あんまり勉強をたくさんやってこなかった方だと思うんですね、うん、なのでそういう方はもう一点集中で、例えばこの2ヶ月は英語死ぬほどやるとか、まあ、英数をめっちゃ3ヶ月で固めるとか、やっぱり何かこうギュッとね、フォーカスをして取り組んだ方がいいので、塾を選ぶときもある程度それが融通利くような形の塾じゃないと、まあ、とりあえずね、週に1回ずつ通って、なんか英語行って、数学行って、物理行って、科学行って、とかっていう風にやってると、いつまでたってもその自分の勉強が進んでいかないし、あとはその追いつけないですね、周りに、うん、いつまでたっても塾のペース進んでいくことになっちゃうんで、そこは気をつけてほしいというふうに思います、はい、はい。で、2つ目なんですけども、駒が多い塾ですね。なるほど、絶対ダメですね。はい、まあ一般的に現役生の方の場合はもう時間の制限があるので、そんなに駒入れられないんですけど、まあ、ただ受けようと思えば、例えば週に平日2コマぐらい、うん、で土曜日日曜日に、まあ、2コマ3コマ入れられるっちゃ入れられるじゃないですか。そうですね。そうするとまあ言ってしまえば週に15コマとか受けられるんですよ、うん、なんですけど、まあ、そんな受けてもしゃあないよって話でね、もう何度も言ってるけど、皆さんの成績上がるっていうのは、なんか授業を聞いたりとか、なんか映像を見てる時間に上がるんじゃなくて、問題を解いたり復習をしたりとかして、あ、なるほどって言ってる時に成績が上がるので、別に授業が意味がないわけじゃないですよ。全然受けていただいていいんですけど、コマが多すぎるのはどうかなというふうには思いますね、はい、特に、まあ、これから浪人される方っていうのはもしかしたらいいかもしれませんけれども、単純に大手の予備校に入って全部のコマを受けているってなるのは結構ね、やばいルートなんで気をつけてほしいというふうに思います。そして次、3つ目ですね、3つ目はですね、スケジュール管理とか、そういったスケジュール指導をしてもらえない塾ですね。うん、別にこれは勉強法塾に入りなさいっていうことではないんです。普通の塾さんでも、例えばスケジュールを相談すれば一緒になって組んでくれる塾さんとか、例えばどういうペースで勉強するかっていうのをペース作りをしてくれる塾さんっていうのもあります。別になんか我々みたいにこうなんかそういうのをちょっと専門でやってますよみたいなアピールしてない塾でもやってくれるとこはやってくれるので、そういうところでぜひ勉強してください。なぜかというと、まあ、これまた最初の話をしたんですけど、皆さん勉強してこなかったんですよね。そうですね。そうですよね。そう、あまり今までこううまくやってこれなかったから、今あまり成績が良くなくて、ここからまあね、挽回したい、逆転したいというふうに思ってらっしゃると思うんで、その時に、まあ、自分を信じられるって方ならいいと思うんですよ。いや、俺はもう今日決めたと、生まれ変わったと、もう明日から決めた通り絶対に行動できるぞって人であればまあいいんですけど、やっぱそんな高校生多くないんですよね。ほぼいないですね。ほぼいないですね。なのでそうするとやっぱり他人にある程度チェックしてもらったり管理してもらったり、でそのチェックの度合いっていうのは、まあ、塾さんによっても違うと思うし、皆さんが必要としているものも人それぞれ違うと思うんで、まあそれはなんかこううまく塾さんとね決めてもらえばいいんだけども、何かしらやっぱりスケジュールを管理したりチェックしてもらわないと、やっぱり単語いつ終わるのとかね、あれこの参考書いつまでに終わるって約束してたっけ、もう過ぎてるよとかって言ってくれる人がいないと、やっぱいつまで経ってもダラダラやっちゃうんで、そこは本当に気をつけてほしいなというふうに思います。特
特に皆さんが今までこうあまり勉強してない人の場合、例えばこの問題集をやるのにどれぐらいかけるかっていう感覚がないんですよ、うんうん、でそうすると勉強ってめんどくさいんで、やっぱダラダラやる癖がついちゃうんですよね。そうですね。ただ本当集中してある程度真剣にやれば、じゃあ例えば5ページで、例えばまあ分かんないけど2時間で終わるとしましょう。だけどダラダラやれば別に5時間だろうが10時間だろうがかけられちゃうわけですよね。ってなると自分としては、いや机に向かって勉強して1日何時間やってるのにいつまでたっても進んでない、でもまあしょうがないっていうふうに思っちゃうんですよ。だけど周りにそういうアドバイザーがいれば、いやそのペースじゃまずいよとか、こういうふうにやんなきゃダメよって教えてもらえるんで、そういう意味でも必ずスケジュール管理とかしてもらえる塾を選んだ方がいいです、はい、最初からうまくいってる人はいいんですけどね、これから逆転したい人なんでね、はい、で4つ目ですね、質問に答えられない塾、これはやめた方がいいです。はい、これは質問っていろんな意味があって2つにちょっと分けて話すんですけど、1つは各科目の質問です、うん、例えば英語ちょっとここが分かんないんですけどって聞いて答えられないっていうことは、やっぱりそこ指導力がないってことになっちゃうので、そういう授業やめた方がいいし、仮に例えばいいすごいいい先生がいるとしても質問できる環境がない、うん、質問受け付けてもらえない、うん、なんかすごい並んじゃっててとかっていうのを、やっぱそれはそれでダメなんで、そうですね、うん、要は皆さんがこれから勉強していって、まあ、逆転したいとか挽回していくのであれば、難しいこともやんなきゃいけないんで、まあ聞きたいことの1個や2個あるはずなんですよ、うん、まあ、理系の人の方が多分どっちかというと多い可能性は高いけど、文系でもあるとは思います、英語とかね、でもそういった中でやっぱり質問ができる環境は絶対に必要です。ただまあ当然先生も人間なので、例えば東大のね、クソ難しい昔の数学の問題持ってきて、はい答え教えてって言っても、そんなん即答できる人いないですよ。そうです ね答えなくしたけどね、はい、じゃあちょっと待って調べてくるから、まあそれは別にいいです、別にそれはその塾がなんか指導力がないとかじゃないです、うん、だそういう意地悪問題みたいなのは置いといて、普通に例えば英語の例えば口調文があって訳せませんって教えてくださいって言ったら、あじゃあまあ今こういうふうに教えるねでもいいし、まあ、その先生が英語の担当じゃなければ、じゃあちょっと調べてから伝えるねでもいいんで、ちゃんと対応してもらえる塾っていうのは選んでください。例えば本当混みすぎてて全く質問ができないとか、そもそも質問禁止とか、そういった塾はあまり良くないかなと思います。で2つ目の質問の方向性なんですけど、はい、志望校とか受験とかそういうことに関する質問ができない塾、これもやめた方がいいですね、うん、そうですね、はい、要はこれから皆さんは今まで勉強してなかったところからぐーっと上がっていくので、志望校の選定とかが結構目まぐるしく変わる可能性があるんですよ。でもちろん成績がすごく上に行けば、えじゃあ今までなんかマーチって思っていたけど、なんか早慶ってどういう受験なんだっけとか、もしくは受験の形式って何だったっけ、あ慶応ってそういえば国語ないじゃんとか、そういったことがいろいろ出てくるわけですよ。で当然皆さんはそういうことを全て知ってるわけじゃないので、そういうことをきちんと質問したりアドバイスしてもらえる存在が必要なんですね。で当然成績がうまく上がらなければ、じゃあ下の学校を受ける滑り止め、どんな学校があるのとかってことにもなりますしね。でそういうことにきちんと、まあ、相談に乗ってもらえる塾っていうの方が僕はいいのかなっていうふうには思います。まあもちろん、まあそこは例えば親子さんと一体となって調べられるよって人もいるかもしれないんですけど、ただまあ今の入試ってむちゃくちゃ複雑化してるじゃないですか。そうですね。特に、まあ言い方悪いんですけど、偏差値が下がれば下がるほどいろんな入試形式があるんですね。あとはなんか入試パックみたいなのがあって、3回の日程分一気に申し込むと割引があるとか。別にまあ悪いことじゃないんですけど、ただそういうことが知らないと思うんですよ、皆さん高校生の方は。ってなるとやっぱりご家庭だけではちょっと難しければ、ね、塾と一体となって調べたりするってことも大事かもしれないですね。まあ絶対じゃないですけど、あるに越したことはないって感じです。はい、で最後5個目ですね。これね、ちょっと今回新しく追加したポイントなんですけど、ノートを見てもらえない塾。なるほど、はい、これはね結構あるかなと思いますね、うん、もちろん、まあ、質問ができる塾であればある程度ノートを見てもらえる可能性もあるんだけれども、結局ねその学力が低い人って、まあ、結構ノート見てますよね。いやそうなんですよ本当に、はい、そうなんですよ。でもちろん例えばね頭がいい東大生は字が汚いとか、なんかそういう、まあ、言説とかもあるんですけど、やっぱりその僕らも LINE グループでその生徒のねノート宿題を送って写真とか送ってもらうんだけど、見ていてやっぱり情報が整理できてない子ほどノートぐちゃぐちゃなんですよ。いや本当です。そう、はい、あと別になんか字がすごい綺麗かとかそういうことじゃないんですよ。例えば数学の答えを書くときに、ある程度考え方が整理できてる子はこの問題を解くときは例えばこう3つぐらいのことをやんなきゃいけないと、うん、まず1個目のことをバーって書いて、なんか図とか書いて、はい処理しました、で次はこれです、で3つ目これですっていうのが何となく見えるんですよ、やっぱノート見るだけでも、うんうん、問題解かなくてもね見えたら分かるんですよ。ただ整理できてない子はもうひたすらズラーみたいに書くんですよ。まあ、分かりますよね、それは。皆さんも多分分かると思うんですけど、はい、だそういうところをきちんと見てもらえるところの方がやっぱり今からの伸びていきたい、伸ばしていきたいっていう子にとってはいいんじゃないかなと個人的には思いますね、はい、うん、まあ、そうすると、まあ、個別指導じゃなきゃダメなのかっていうふうに聞かれるんですけど、塾さんによってはきちんと宿題ノートを先生が見て対応してくれる塾さんもあるので、別に集団塾でもそういうことをしてくれる塾さんはあるので、そこは安心してほしいかなというふうには思います、はい
はい、まあ、そんなわけで今回は選んではいけない塾5選という話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、僕が言ってるんでどうしてもちょっと個別が有利なあの条件みたいになってはしまうんですけど、ただあの今言ったように集団、僕が知ってる集団塾さんでもあのこの5個満たしてる塾さんはもう1個2個じゃなくて結構 3,4 個僕が知ってる、まあ、今言うと宣伝になっちゃうからあれですけど、わかるんで、やっぱり調べればちゃんとありますから、あのこれからね塾選びする人はしっかりとこういう観点を押さえて塾選びをしてください。まあ、もちろんね、あのキャスト大生もあの歓迎いたしますので、もしよろしければお問い合わせください。はい、というわけで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。